じゃあ皆さんおはようございます。おはようございます。2016年11月27日第一礼拝を始めていきます。ではその前に総額の中で主を祭りたいと思います。力を得、翼を広げ。
ではご着席ください。お祈りをさせていただきます。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を止められるのなら、主よ、誰が御前に立ち会いましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。あなたの御前にはあなたの聖なる静けさがあり、また本当に主の愛と平安と慈しみの霊が今このところを覆っていることを感謝いたします。本当に私たちのうちに傷があったり悩みがあったり、また深い問題がありましたならば、今そのところに主が触れてくださり、その本当に私たちのわからない無意識のところにまで主の癒しが及び、また解決が及び、平安が及び、あなたの技がなされていきますようにお願いいたします。今日も私たちを一人一人を導いてくださりありがとうございます。これから本当にまた新しい道を進もうとしている者もいます。主がその道に働いてくださり、主の道を全うして歩むことができますように、あなたが本当に全てを守り導いてくださり、その手の技を祝福してくださいますようにお願いいたします。またこのところから本当にあなたの言葉を受けて立ち上がり出て行き、そのところいろんなところで一緒の働きをされておられる兄弟姉妹、宣教師の方々、牧師の方々、主が本当に共にいてくださり、主が力づけてくださり、そのところにおいても主の豊かな御業がなされますようにお願いいたします。オーストラリア、フィリピン、花巻、所沢、東京、またあとその他と全世界出て行ってそのところで働きをしている兄弟姉妹を覚えてくださいますようにお願いいたします。また私たちの愛する家族、親族、また友人、知人、同僚、学校のお友達、また旧友たち、主が本当にそのところにまで仙台の恵みを私たちに与えてくださった以上の恵みを及ぼしてくださいますように、また私たちも本当に弱いものですけれど、私たちの弱さを通してあなたの素晴らしい技が、イエス様の光が輝いて救いを受ける方々が起こりますように、神様が導いてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。主がまた今日言葉を私たち一人一人に与えてくださり、私たちが素直な心で本当にその言葉を受け取り、この新しい一週間も進むことができますようにお願いいたします。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではまた許される方はお立ちいただきまして、歌集の52番、53番、イマネール賛美歌の491番と続けて賛美をしていきます。ではまずこの歌集の52番、我が魂
ルエル賛美歌の491番13章10節から17節。教会にある聖書ですと22ページから3ページになります。マタイの福音書13章10節から17節。では司会者の方で朗読させていただきます。マタイの福音書13章10節。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは
持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見ているが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に告げます、多くの預言者や奇人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。後ほどこのところから天の御国の奥義と題しまして、ベニヤミン中野牧師よりメッセージをいただきます。ではその前に賛美グループの奉仕をお願いいたします。静かに神と、静かに神と交わる時が素晴らしいという曲で、メンデルスゾーンの作曲です。メンデルスゾーンは前にも言ったようにユダヤ人で、静かで豊かな一生を送ったという感じの人らしいです。ハレルヤ。それではもう一度ご起立いただいて、この歌集から205番と242番2曲を賛美いたします。Oh,
喜びなさい、喜びなさい。あなた方はこの十字架を喜び、またキリストの十字架の御業、復活の御業、また聖霊のこの地に来臨されたことを心から喜び、神を崇め賛美していきなさいと主はおっしゃられます。私はあなた方の賛美の中に住み、あなた方の賛美を通して主の栄光が豊かに表されると主はおっしゃられます。私の思いはあなた方の思いより高く、私の計画はあなた方の計画よりも高いと主はおっしゃられます。あなた方がこの想像もしなかったような、また全く分からなかったような私の深い計画が、それぞれ一つ一つの出来事にあることを覚え、感謝を捧げ、また信仰を持って歩みなさいと称されます。またあなた方はこの忍耐を持って、この一番この大変な時に私を見上げ歩んでいく時に、確かに私の光、また私の計画、私の栄光を表していくことを覚えなさいと主は仰られます。またあなた方はこのリバイバルの計画に預かる祝福を得ているということを確かに握っていきなさいと主は仰られます。常に喜び、また絶えず祈り、また全てを感謝せよとの御言葉にあるように、あなた方はどのような状況、またどのような環境に囲まれていようとも、私がそこに、あなた方のまたうちに私が住んでいることを覚えなさいと主は仰られます。神の国はあなた方一人々の中に、あなた方一人々のところに既に来ていると主は仰られます。またこの再臨の計画、景挙の計画、またこの世の終わりの計画と、あなた方がこの信仰を持ってこの私に歩んでいくときに、あなた方はこの家族を引き連れて、また親族を引き連れて、その技に預かるものになることを覚えなさいと示されます。あなた方はそこまで信仰を拡大し、また引き連れていくというこの思いを持って、このまた信仰を持って歩んでいきなさいと主は仰られます。確かに私はそのものの信仰の通りに働くと主は仰られます。このリバイバルの働き、2年目を迎えておりますが、あなた方の教会を通し、またあなた方一人一人を私は用いて、この世界の終末の大いなるこのリバイバルの働きを進めていくと主は仰られます。私はあなた方の賛美を通し、またあなた方の祈り、信仰を通して、私の栄光を豊かに表し、多くの者たちにこの福音が広がり、また多くの者たちがこの教会に立ち返り、主の栄光が豊かに表されると主は仰られます。私はこの全てを与えるが、また全てを取る時もあることを覚えなさいと主は仰られます。またその一つ一つにはその時があり、また計画があり、それはこのあなた方を苦しめるためではなく、あなた方を祝福するための働きであることを覚えなさいと主は仰られます。またあなた方はこの一から新しいこの信仰を持って、また思いを持って、霊に満たされ歩むこの恵みが与えられていることを覚えなさいと主は仰られます。ハレルヤ。それではもう一度242番十字架の上から、これを歌います。Bye.